僕は小学校6年間絵の教室へ通っていた。シャトー美術研究所は1974年に建てられた。この教室を開いているのは僕の先生でもある松谷恵子さんである。子どもたちは日常の生活の絵、空想画、デッサン、工作などを描いたり作ったりする。すごいね。松谷先生は18の時から個展を開き、1964年に新妖怪賞を受賞、1966年以後フリーで活動し、1978年に日仏現代美術展に出展し、現在に至るまで50回以上の個展を開いてきた。今は岐阜にあるアトリエで毎週3日間自然をテーマに絵の制作に取り組んでいる。生きているから描くんだし、生きるために描くんだし、はい、ね、やっぱり私にとって絵は自分の生き方なんだよね。自分で企画して、はい、ね、例えば個展なんかでも自分で計画してとか企画して、それで自分で全部そのこう作品作りをして、ね、それでそれをどういうふうにこう展開していくかっていうのみんな一人でやっていかなきゃいけないわけでしょ、はい、ね、だからそういう点ではまあ面白い職業かなと思うね。私は結婚する前は抽象画を描いてた。東海市行ったわけね、はい、で東海市っていうところはちょうどその私が結婚して行った頃からその臨海工業地帯を埋め立て、こう海を埋め立てて、はい、工業地帯ができ始めた頃だ、はい、製鉄工場がね。だからそこに住むようになってから絵のテーマが変わった。空気汚染されてる中でね、はい、なんか自分の子供が育っていく、ね、そういう時に何この子たちにとって何が大事なのかなっていうようなことを考えてからやっぱりテーマがね変わってたね。植物とか、はい、環境的な自分の身の回りの周辺のことをこうテーマにして描くようになったのね。うーん、思ってたと思うよ、はい、で割とねお利口じゃなかったところがいいんじゃないのかな。やりたいことはやるし、悪いことでもいいことでも、はい、やってたし、あんまり人のことを気にしないところが良かったかな。自分の経験の中からしか絵描かないから、はい、まあ、イメージ その豊かさっていうのもあるんだけど、やっぱり基本的には子どもの絵っていうのはね、はい、生活の記録のようなものね、はい、だから毎日の生活が豊かならば、豊かっていう言い方はね、例えばちゃんとこう春が来れば春 の美しいお花を見ているとか、そういうその生活ができてればちゃんと1年間チューリップは描かないのよね、うん、だからそういう生活がその 知らないうちに無意識に子供は出してくる、うん、いいね、肌色上手。その肌色の茶色の混ぜ方で絵を描いてないとね、はい、絵を描けない子の気持ちもわからないと思うし、はい、ね、それから描いた時の喜びもわからないだろうし、はい、だから教える限り私は知って自分も絵を描き続けるっていうのが基本で、はい、だから私は絵を描くこと子供を育てるみんな一緒なの。この土地でここに生きてて何が必要かとかね、はい、何をこうやっていきたいかっていうのはやっぱり出てくると思うね、はい、でそういうものはみんなやっぱりスタートしたら続けていくと。先生は絵を描くことはものを見ていることの再確認だという。僕はこれから何を見つめて何を描くべきなのか改めて考えさせられた。